この問題は、酸素交流回路に関する問題です。それでは、解き方について説明をいたしましょう。はい、このように電源がデルタで構成され、負荷がスターで構成されています。この時、このこちらのコンデンサーがつながれる前にここに何アンペアの電流が流れるでしょうかっていう問題です。はい、それではやってみたいと思います。まずですね、ここの場合このようにしましょう。はい、この電圧を電源をスター結線に変換します。いいですね。こういうふうにスター結線に変換をこうするわけです。そうするとここの電圧は、はい、ここの電圧はこれはルート3分の200ボルトになります。いいですね。こういうふうに表すことができます。はい、そこでですね、ここの中心点のと O としましょうかね。はい、ここの中心点 O のダッシュとしましょう。はい、ここを結びます。これはここを結んでも何ら影響がないわけですね。はい、こういうふうな線を、これを実際には結ばれてないもので、これを仮想中性線って言います。いいですね。仮想中性線と言われます。はい、次にですね、これがインダクタンスで与えられてます。すなわち L で与えられてます。はい、これをですね、リアクタンスに直しましょう。そうすると、はい、XL はイコール XL は、はい、2πF L と与えられます。いいですね。ここの、電源の周波数は 50Hz ですから、はい、ここの電源の周波数は 50Hz です。いいですね。そうすると、ここで、はい、XL はどうなるかというと、2π かける50かける、はい、12.75 はい、ミリですから10のマイナス3乗となります。はい、これを計算すると、はい、ここは314と置けますから、いいですね。はい、314かける12.75割ることの線にしましょう。はい、そうすると4オームになります。4.0 オームになります。いいですね。はい、そうするとここの抵抗は、はい、抵抗というかリアクタンスは、これは J の
4オームになります。いいですね。こちらのインダクタンスの方をカッコにしておきましょう。そうするとここの回路はここのところの回路だけに着目します。いいですね。この回路だけにこう着目して考えてみましょう。そうするとはい、電源が√3/200V いいですね。はい、そしてこの3オームと リアクタンスの4オーム4オームがあります。そしてここに、はい、中性線をこう考えればいいわけですね。こういうふうに考えます。はい、ここを O、 ここを O のダッシュとなってます。はい、その時のここの電流になります。はいとしましょう。そうするとここは、はい、横軸に3オーム、そして、はい、J だから上向きに、はい、4オームがあります。はい、これがインピーダンスジェットになるわけですね。インピーダンスジェットになります。いいですね。はい、そうするとこのジェットの大きさはジェットイコール、はい、√3/4イコール√25イコール5オームになります。はい、ここでですね、ここは一般的に3、4、5、この関係は覚えておきましょう。そうすると非常に時間の短縮になります。問題を解くための時間の短縮になります。いいですね。はい、したがってここに流れる電流 I は Z 分の、5分の√3/200。いいですね。こういうふうになります。したがってこれは、はい、√3/40。そうしますと、23.1 アンペア。いいですね。23.1 アンペアとなります。こういう電流が流れるわけです。いいですね。はい、これがこの答えになります。
はい、次にこのように考えてみましょう。はい、次にコンデンサーをこれを接続したところ、このここに流れる電流の、虚数部がですね0、すなわち力率が 100% になったっていうわけです。はい、それではちょっとここで、やってみましょう。今度はですね、ここもこういうふうに置きます。デルタの回路をスターにこうしましょう。いいですか、こういうふうにしてみます。そしてここをつなぎましょう。はい、そしてここのですねリアクタンスをマイナス J の X の C としておきます。いいですね、このコンデンサーのリアクタンスを XC としておきましょう。そうするとここは、はい、どうなるかというとスターデルタ変換で、リアクタンス、はい、マイナス J の3分のXC で与えられます。いいですね、ただし XC のことですけども、ここで、はい、XC は2πfC 分の1で与えられます。いいですね、このことをに注意してください。はい、そうするとここでですね、さらにこの線を伸ばして O の 2' とすると、このようにやってもいいわけなんです。そうするとここの透過回路はどのようになるかと言いますと、このように置くことができます。ここのところを A'A' そして、はい、ここに コンデンサーですね、このコンデンサーを置きます。そしてここのところに、はい、中性線、仮想中性線を引っ張ります。はい、 O のダッシュ、こういうふうに考えられます。ここは当然電圧は、はい、ルート3分の200です。はい、ボルト。
ここは三音いいですね。はい、ここは J の4音。はい、ここはマイナス J の3分の XC となります。いいですか？そうすると、ここに流れる電流を IL としておきましょう。はい、こちらに流れる電流を IC としておきます。いいですね。IC としましょう。そうすると、はい、IL は3プラス J の XL、4、はい、ここはルート3分の200ボルトとなります。したがってこれを有利化しましょう。有利化します。3プラス J の4、はい、強弱複素数をかけます。3マイナス J の4、はい、上はルート3分の200かっこ、はい、分母にこれをかけたから分子にもかけなければいけません。いいですね。こうやれば同じことです。したがってこれはイコール、はい、3の2乗プラス、はい、4の2乗となります。上は、はい、ルート3分の200かっこ3マイナス J の4となります。いいですね。はい、イコールこれはいくらになるかというと、分母は9と16だから25になります。したがって、200割ることの25割ることのルート3割ってやりますと、4.16、4.619、69かっこ、はい、3マイナス J の4となります。いいですね。したがってこれは、かけるの3 13.86 マイナス J の 4.619 かける4は、18.476 48にしておきましょうね。
48A となります。いいですか。ここで、有理化をするということを忘れないでください。はい、次に IC ですけども、はい、IC は=はい、マイナス J の3分の X の C 分のルート3分の200となります。いいですか。そうするとこれは J のXC 分の、はい、3を上に上げますと346.41、 アンペアとなります。いいですね。したがって、はい、ここに流れる電流 I はコンデンサーをつないだときに流れる電流 I は、はい、IL と IC を足したものになります。はい、それでは足してみましょう。I はイコール IL プラス IC イコール、はい、13.86 マイナス J の 18.48 プラス J の XC 分の 346.41。 いいですね。はい、イコール13.86 マイナス J の18.48マイナス XC 分の346.41。 いいですね。こういうふうになります。はい、力率が 100% になるっていうことは、はい、力率が 100% になるっていうことはこの部分が0になるっていうことです。いいですね。虚数部が0になれば力率は 100% になります。したがって、はい、ここで 18.48 イコール、はい、XC 分の、はい、346.41はい、XC は 18.48 分の 346.41。 いいですね。こういうふうに置くことができます。
したがってこれは346.41 割ることの18.48、はい、18.745となります。オン、いいですね。このように表すことができます。したがってここの静電容量 C はこれですから、はい、 C はイコールこの式から、いいですね。よって、はい、C はイコール、はい、 X2πfxc 分の1となります。はい、したがって 2π×50×18.745分の1、はい、イコール、ここはまた314と分けますから、はい、1÷314、割ることの 18.745 は、そうすると 1.698 かける10のマイナス4乗ファラドになります。いいですね。したがって、ここの値は、はい、1.7 かける10のマイナス4乗ファラドとなります。これが答えになるわけです。いいですね。だいぶ、複雑な式ですけども、このようにやって解くことができます。はい、この問題の解き方のポイントはまずデルタ回路をスタに直すということ、そして、中性線を結んで、単相回路として、このようにですね、単相回路として、取り扱うと比較的簡単に解くことができます。